それでは今回は眠れなくなるほど面白い睡眠の話について解説していきます。寝ないと太りやすくなります。コロナにもかかりやすくなります。仕事のパフォーマンスも落ちます。あなたが仕事で結果を出す、幸せに生きるためには睡眠の正しい知識と実践が必要です。これを機会にしっかりと学んでください。睡眠の極意8個解説していきます。1個目、睡眠は感染症予防の基本。コロナウイルスに感染するかどうかは免疫力次第です。免疫力と睡眠は深く関係しています。カルフォルニア大学は164名に風邪の調査をしました。その結果、睡眠時間が5時間未満の人は7時間寝る人と比べて発症率が3倍になりました。つまり睡眠には細菌やウイルスに対する抵抗力、免疫を強くする効果があるってことです。コロナや風邪などの感染症対策には十分な睡眠を確保して免疫力を高めておく必要があります。あなたがコロナにかかりたくないのであれば夜ちゃんと寝ることが重要です。2個目、睡眠不足で太りやすくなる本当の理由。サンディエゴ大学の研究報告によると、短時間睡眠の人は肥満を表す BMI が高いことが分かっています。つまり太っているかどうかと睡眠時間は関係あるってことです。夜更かしをする人は余計なものを食べがちです。その結果を取っていきます。ではなぜ寝ないと食べてしまうのか。それは起きている時間が長いからではないです。睡眠時間が短いことで食べ過ぎを抑制するホルモンのレプチンが減って、食欲を増すホルモンのグレリンが増えるからです。つまり短時間睡眠によってホルモン量が変化して食欲が抑えられず食べ過ぎてしまうってことです。太りたくない方は夜しっかりと睡眠をとることが重要です。3個目、日本は世界一眠らない国。2016年の日本人の OECD の統計によると、1日の平均睡眠時間は7時間22分でした。多くの国が8時間を超える中、33カ国でワーストの1位です。日本人は世界一寝ていないってことです。ちなみに厚生労働省によると、睡眠時間が6時間未満の人は 40% もいます。睡眠不足は危険です。デメリットが5つあります。免疫力が下がって感染症などの病気にかかりやすくなります。ホルモンバランスが乱れて太りやすくなります。仕事のパフォーマンスも低下します。交通事故、業務上のミスなどトラブルが増えます。今すぐ寝ることです。日本人は睡眠不足ってことをしっかりと認識してください。4個目、ショートスリーパーについて。ショートスリーパーと呼ばれる人がいます。短時間の睡眠で大丈夫な人のことです。有名な話ですけど、ナポレオンやエジソンは1日3時間から4時間睡眠でした。芸能人や政治家、経営者にも短時間睡眠で活躍している人はいます。そのためショートスリーパーイコール成功者のイメージが強くて憧れる人も少なくないです。しかしショートスリーパーはトレーニングをして慣れるものではないです。ショートスリーパーを目指してはいけないです。スタンフォード大学の研究によると、ショートスリーパーは遺伝によって決まることが分かっています。そしてショートスリーパーに向いている人はなんと100人に1人、全体の 1% 程度しかいないです。限られた人しかショートスリーパーに向いていないってことです。ショートスリーパーは成功者、こういったイメージを持たないでください。あなたが仕事へ成果を出したい、成功したいのであれば、ショートスリーパーではなくて、しっかりと睡眠をとることが大事です。5個目、睡眠の5つの仕事。睡眠には5つの仕事があります。1つ目は、脳をしっかりと休ませて、体をメンテナンスすることです。休まないと脳は休まらないです。体をメンテナンスできないです。脳を休めるには、ノンレム睡眠が大事です。最初の90分がキーワードです。こちらは後ほど解説します。2つ目は自律神経やホルモンバランスを整えることです。寝る時間を一定にすることがホルモンのバランスに大事です。成長ホルモンが出ないと体力が落ちたり肌荒れをすることになります。3つ目は記憶を整理して定着させることです。よく寝ることによって見たものや聞いたことが記憶として定着します。最初の深いノンレム睡眠が大事です。4つ目は免疫力を上げて抵抗力を高めることです。睡眠不足だと免疫力が低下していきます。5つ目は脳の老廃物をしっかりとなくすことです。脳の重さは体の 2% しかないです。それにもかかわらず消費エネルギーは体全体の 18% あります。たくさん動いているため脳には老廃物がたまります。よく寝ることで老廃物を減らすことができます。睡眠不足は認知症、アルツハイマー病の原因にもなりやすいです。気をつけてほしいと思います。6個目、一番大切なのは最初の90分。質のいい睡眠をするには一番大切なのが最初のノンレム睡眠です。最初の90分は睡眠のゴールデンタイムです。最初の90分で睡眠の質が大部分決まります。
ちなみに人の成長に関わる成長ホルモンは最初のノンレム睡眠の時に全体の 70% から 80% が分泌されます。睡眠の質の8割は最初の90分で決まるってことです。ノンレム睡眠は一晩で4回から5回繰り返されます。しかし2回目以降のノンレム睡眠が1回目よりも深くなることはないです。最初の90分が睡眠全体の質を左右することをしっかりと理解してください。7個目、最初の90分を成功させるためにやってほしい4つのこと。1つ目はお風呂です。お風呂は体温を上げる効果があります。結論から言うと40度のお風呂に15分しっかりと入ってください。そうすることで体温が 0.5 度上がります。そして寝る前に体温は下がっていきます。体温を上げて下げることが質のいい睡眠に不可欠です。あなたは今後寝る90分前に15分40度のお風呂にしっかりと入ってほしいと思います。お風呂に入る時間がない方は足湯をしてください。短時間で効果があります。ポイントは3つあります。寝る30分から60分前に行うこと、40度から42度のお湯を使うこと、10分から15分浸かることです。3つ目は靴下を寝る前に履くことです。ポイントは2つあります。寝る1時間から2時間前から履いてください。ゆったりサイズの靴下を履いてください。念のため注意点は、寝るときは靴下をしっかりと脱いでください。靴下を履くのは寝る直前までです。4つ目はブルーライトを避けることです。寝る前はスマホ、パソコンなどのブルーライトを控えてください。ブルーライトは睡眠の質を下げる原因になります。8個目、いい睡眠習慣のポイント4つ。1つ目は起きる時間、寝る時間を一定にすることです。体内時計を元に戻すのは大変です。できるだけ同じ時間に起きてください。休日などたくさん寝ている方は気をつけてください。睡眠の根本解決にはならないからです。毎日の睡眠時間を増やすようにしてください。2つ目は朝起きたら光を浴びることです。光は体内時計をリセットする効果があります。まず朝起きたらカーテンを開けて太陽の光を全身で浴びてください。そして寝る前はスマホ、テレビ、パソコンなどを控えることです。ブルーライトは睡眠の質を下げます。3つ目は昼間にしっかり活動することで体内時計が正しく機能します。適度な運動で疲労感を味わうことも眠りやすくするポイントになります。4つ目は体温の変化を生かすことです。体温が上がると覚醒していきます。そして下がると眠くなります。それをしっかりと理解して生活をすることです。寝る前はお風呂、足湯などで体温をコントロールするようにしてください。それではまとめいきます。1個目、睡眠は感染症予防の基本になります。コロナ、風邪など睡眠不足が5時間未満の人は7時間以上寝ている人の約3倍、風邪とかコロナにかかりやすいデータがあります。あなたが感染したくないのであれば十分な睡眠を確保して免疫力を高めるようにしてください。2個目、睡眠不足で太りやすくなる本当の理由。サンディエゴ大学の研究報告によると、短時間睡眠の人は太りやすいということが分かっています。夜更かしをすると余計なものを食べて太っていきます。なんで寝ないと食べてしまうのか、起きている時間が長いからではないです。睡眠時間が短いほど食べ過ぎを抑制するホルモンのレプチンが減って、食欲を増すホルモンのグレリンが増えるからです。短時間睡眠によってホルモン量が変化して食欲が抑えられず食べ過ぎてしまいます。日本は世界一眠らない国。OECD の統計によると、1日の平均睡眠時間は日本人は7時間22分です。33カ国の中でワーストの1位です。睡眠時間が6時間未満の人も 40% もいます。睡眠不足は危険です。免疫力が下がって感染症などの病気にかかりやすくなります。ホルモンバランスが乱れて太りやすくなります。目覚めが悪く、眠気や疲れがリフレッシュされないです。仕事のパフォーマンスが低下します。業務上のミス、トラブルも増えます。4個目、訓練してもショートスリーパーにはなれないです。スタンフォード大学の研究によると、ショートスリーパーに向いている人は遺伝子によって決まっていて 1% 程度しかいないです。ショートスリーパーイコール成功者、こんなイメージを持たないでください。あなたが成功したいのであればしっかりと寝ることが重要です。5個目、睡眠の5つの仕事。脳をしっかりと休ませて体をメンテナンスする。自律神経やホルモンバランスを整える。記憶を整理して定着させる。免疫力を上げて抵抗力を高める。脳の老廃物を除去することができる。6個目、一番大切なのは最初の90分です。最初の90分は睡眠のゴールデンタイムです。あなたの睡眠の質を決めるのは最初の90分で大部分決まります。7個目、最初の90分を成功させるためにやってほしい4つのこと。1つ目はお風呂です。寝る90分前に15分間40度のお風呂に入ってください。
お風呂で体温を上げて下げるときに寝るのがポイントになります。2つ目は足湯です。足湯のポイントは3つです。寝る30分から60分前に行うこと、40度から42度のお湯を使うこと、10分から15分浸かることです。3つ目は靴下を寝る前に履くことです。ポイントは2つです。寝る1時間から2時間前から履いてください。ゆったりサイズの靴下を履いてください。注意点としては寝るときはしっかりと靴下を脱ぐことです。4つ目はブルーライトを避けることです。あなたが寝る前はスマホ、パソコンなどブルーライトを控えるようにしてください。8個目、いい睡眠習慣のポイント4つ。起きる時間、寝る時間をなるべく一定にしてください。朝起きたら光をしっかりと浴びてください。昼間はしっかりと活動すること、体温変化を生かすことです。パフォーマンスはスキル×コンディションで決まります。いくらあなたが頭が良くなる、スキルを磨いたとしても睡眠不足だったらいい仕事はできないです。睡眠っていうのは人生を変えるぐらい重要です。睡眠の極意っていうのはしっかりと守ってほしいと思います。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。